プロフェギュアスケーターの安藤美姫、34、が4日、東京スカイツリータウン内にオープンした東京スカイトリータウンアイススケートパークでスケーティングを披露。その後、取材に応じ、一部で報じられたフィギュアスケーターの宇野昌磨選手、24、と本田真凜選手、20、の交際について経験者として金言を送った。宇野と本田の熱愛の話題を振られると安藤は出た。こういう取材、だから嫌なんだよ、翔。ノーコメントですときっぱり。私たちは何も言えない。人のプライベートに土足で入りたくない。入る資格もないと言い切った。そして別に悪いことをしているわけではない。同じスケーターなのでリスペクトすることはあると思う。本田真凜選手は、すごく華のある選手の一人で、全日本に出場する実力のある素晴らしい選手。お互いがスケーターとしても、人としても支えて尊敬し合って成長し合える仲ならいいと言葉を選びながら語っていた。また、恋愛は必要な人と必要じゃない人がいるとし、それによってプラスに動いたりする。人間なので、失敗することもあるし、それを恋愛のせいにしてほしくない。関係ないとも口に。そして、報道陣へお願い。恋人が、いて結果が良ければ、めちゃくちゃいい報道してくれますけど、悪かったら、みたいになるじゃいですか。それは違う。そこは分けて。たとえ別れたとしても、そこをフォーカスして取り上げるのは、ちょっと違うと呼びかけると、最後はと、経験者は語りますと自信をオチにして笑いと誘っていた。同イベントは2年ぶりの開催。3月6日まで、東京スカイツリータウン4階のスカイアリーナにてオープンされる。